ジャクソン&サンズピアノの追伸です。驚きました。これはですね、ガーシュウィンと同じ設計 DR、D じゃない、ナンバー 800M なんですけども、ガーシュウィンと同じ、設計になってますね。まあ、東日本ピアノ製造なので、まあ、ブランド名が違うだけでってあるんですけども、この足、この後ろの見てください。鉄のね、こういうのついてるでしょ。これ、これ回せるんですけどね。これで、この反りが出たりとか、こうね、歪みが出ないように、これで調整、微調整できるようになってますね。こういう、まあ、もともとこの東日本ピアノ製造っていうのはものすごいこの、まあ、頑丈な作りっていうか堅牢な作りっていうかね、まあ、そういう作りなのは昔から私知ってたんですけども、まあ、ここまでやるかというぐらい頑丈です。ほら、長く持ちますよね。いいピアノですね。もうヤマハピアノ以外はピアノじゃないみたいに言ってる人もいますけど、いやいや、そんなことないですよ。手作りのメーカーでもね、頑張ってたね、メーカーはいっぱいあるんです。この横にこんな柱まであるんですよ。こんな柱普通ないですよ。これ他のピアノ見てくださいね。こういうふうに、こういうふうに。でしょ。これが、まあ、持つとこはありますけどね。こういう持つところはありますけどね。こんなんでもみんなそうです。ところがこのピアノは、東日本ピアノ製造のこのピアノはここに柱で支えてあり、まあ、家でもね、柱しっかりあるものは頑丈は言いますけど、この鉄でぐーっとね締めてあるという、まあ、強烈ですね。本当に素晴らしい作りのピアノだと思いますね。まあ、とにかく頑丈なピアノね、本当大工さんなんかそら柱多い方がええやろと言うと思いますけど、まあ、こういうピアノのね、まあ、この特徴も追加でお知らせしておきます。それではさよなら。